どうもナオチンです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もクロウニと戦っていきます。今日戦うメンツはこのメンツです。はい、変わったところというとタンクを大蛇の壺にしてます。大蛇の壺使ったことあります？まあ実際ね、影の薄さって言ったらかなり薄い方だと思うんだけども、ガードに関してはもうほんとトップ中のトップよ。トップオブザガードみたいな妖怪です。スキルがまさにそれで、これ壺ガード、ガードの効果がすごく高い、そういう妖怪なんだよね。まあクロウニではずっとガードしてほしいので、ガードの秘石しております。まあこいつの能力が最大限に引き出されるとどんな感じになるのかお見せしましょう。それでは早速行ってみます。クロウニどこにいる？あ、真横にいるね。真横にいる。ちょっと待って、アイテムを1個取っていくか。よっしゃ、見つからずにアイテム1個ゲット。白銀の髪留めいらないな。ああ、この狭いところで逃げてみせる。この狭いところでうまいこと逃げる。あ、無理だ無理だ看板の後ろとかなんかいい感じだったけどね。では行きましょう。まず最初だね、最初ガードするまでが怖いところ。まあまあ回復アイテムを使いつつ、わあ、むちゃくちゃ食らった。あ、いや、でも大丈夫。お世話で。ガード。あおわわ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 。お世話してるけども、全然。やられちゃったね。でも大丈夫。よっしゃ、ガードオッケー。あとは、ガードにお任せだ。57とか、61よ。全然ダメージ食らわない。このね、ガードの、効果が高いって最高なんだよね。全然全然、まあ、他のね、まあ、トゲニャンとか、まあ、プラチナ角とか海坊主とかそこら辺のやつでダメージ食らっちゃうとどうしてもね120-130は食らうのよ。でもそれがこれぐらいで済むってことはもうとんでもないからね。とんでもない。じゃあこればかりはもう楽勝だわ。ああ、いや、むしろなんかお世話だけで、HP 回復、わーわーしそうな勢いではないけど、それはちょっと言い過ぎだけど、全然余裕。あのね、兄貴でも試してみたのよ。兄貴でも、試してみてるんだけども、全然だね。大蛇の壺の方が、まあ、ランクはね、低いんだけど、安定感が素晴らしい。分かってる。他のやつがやられるってのは分かってる。でも大丈夫、深い漢方で生き返らせるから。いやー素晴らしいわ、ツボガード。うん、いやね、思い出したもん、対戦の時を。対戦の時にタンクで人気なのはやっぱ土俵際、うん、根性スキルを持ってるやつか、このね、大蛇の壺も、結構人気のね、妖怪だったんだよね。それがまさしくやっぱりこの、ガードの効果が高いってところよ。もうとにかくガードだけさせて、で、前線に出しとくっていう、戦い方だよね。まあ、クロウニのダメージここまで軽減できるって素晴らしい。うん、もう全然安心して見ていられるもん。超安心。うん、あ、好きなものラーメンかな。ラーメンがやたら回復するね。あ、いや違うわ、こんなもんだ。好きなものラーメンじゃない。なんだ、魚介か。あーやばい、また、武士にゃんあたりがやられる。よね。だよね。
相変わらずなんかえぐい音がするね。ズバッてブシャッて変な音するわ。はいはい、まあダメージ反射がないから倒すスピードとしてはトゲニャンの方が速いかもしれないけども、安定感は断然こっちかな。こっちの安定感はやばい。全くねやられる気配がない。うん、全くやられる気配ないね。まあお世話つけてるっていうところも若干なりとあるかな。まあまあつけてなくても全然余裕なんだろうけど、うん、大蛇の都合じゃなしに、この種類だったらいいですかね。歌うなぎとかあのあたりでも全然、余裕でいけます。おっと、そろそろ回復するか。あとどんぐらいだ。もうちょい。あ、いやいや、断然倒すの早いね。早いな、思った以上に倒すのが早い。でももうちょっと倒すのを早めようと思うならば、控えのあれだな、ひもじいだな。ひもじいをオイランに変えてきたらいいかな。うん、オイランで攻撃をミスさせないようにするともうちょっと早く倒せるかな。でもその分やっぱり回復っていうのが厳しくなるかもしれないけど、ああ倒した。まあまあまあ余裕、安定感があるね。めちゃくちゃ安定感がある。素晴らしかった。はい、まあということで、あとはあとは取るだけだ。取りまくれるからね、こういう時は好きだね。ただこのスタミナが減るっていうのがちょっとネックなんだけど、はい、まあとりあえず今日はこれ大蛇の壺使ってみました。強い、もうその一言につきますね。めちゃくちゃ強い、安定する。やはりスキルツボガード、これはまあね、ほんとガードをするためだけにあるスキルなんで、強いです。はい、まあまあ暇があったらば大蛇のツボ、まあもしくはこいつらの種類だね、歌うなぎとかそこら辺育ててみてはどうでしょうか。ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。